海洋戦士シーセーバー。いつも福島ユナイテッド FC を応援しているみんな、はじめまして。僕は海の平和を守り、海のピンチを伝える海洋戦士シーセーバーだ。みんな、海は好きかい？実は多くの命を育む母なる海に、今たくさんのゴミがあふれて大ピンチなんだ。どうしてそんなことになっているのか、僕が今から海ゴミに関するクイズを出すから、僕と一緒に海ゴミ問題について学んでみよう。さっき海にはたくさんのゴミがあふれてるって言ったよね。実はそのゴミのほとんどが僕たちの生活に欠かせないプラスチックなんだ。ではここで第1問。1年間でどれくらいの量のプラスチックゴミが世界の海に出ているでしょう？正解は、年間約800万トン。なんと、あのジャンボジェット飛行機5万機分と同じぐらいの重さのゴミが1年間で海に出ていると言われているんだ。ものすごい量だよね。プラスチックは何百年も分解されないと言われているものもある。だから海にはどんどんプラスチックが溜まっていっちゃってるんだ。それじゃあ第2問。海をプカプカ漂うプラスチックはどこに行くでしょう？正解は、鳥や魚などが食べちゃう。大きなものはクジラやウミガメが、小さなマイクロプラスチックと呼ばれるものはお魚や貝が食べてしまうんだ。悲しいことに、ゴミを食べた結果死んでしまう海の生き物がたくさんいるんだ。さあ、たくさんのゴミが海に出ちゃってとっても大変なことになってるって分かったよね。それじゃあ最後の問題。海のゴミはどこからやってきてるでしょう？正解は、みんなの生活している町。実は海で目にするゴミはほとんどが海で捨てられたものじゃないんだ。海ゴミの約8割は人間の生活している町で溢れたゴミが下水道や川を伝って海に流れてきたものなんだ。だから海ゴミは海にいる人だけの問題じゃない、僕たち全員の問題なんだ。今海が悲鳴を上げている。美しい海を守るためには、僕たち一人一人が海にゴミは行かせないという意識を持たないといけないんだね。だからみんな、福島ユナイテッド FC が行っているスタジアム周辺のゴミ拾い、リーズトゥージオーシャン LTO 活動にぜひ協力してほしい。スタジアム周りをきれいにして、美しい海を未来に残していこう。海にゴミは行かせない。海に続くプロジェクト、リーズトゥージオーシャン LTO。 あなたも各チームの活動に参加しませんか？海にゴミは行かせない。